美味しい。芦別のお米、よろしくお願いします。フレーバーよろしく。はい、始まりました。よしこチャンネルです。朝から中華やかましい、ね、そうそう、朝横浜の中華街で朝粥食べて、なんかウーロン茶こんなに美味しいと。そうやね、あのチンゲン菜みたいなさ、油炒めがある、それをさ口の中たまるやん。でウーロン茶やっぱ一番うまいな。すいません、朝から。はい、今日はそうね、うん、もう僕らからしたらずっと出てほしくて出てほしくて忙しいからね。吉彦さん、どうにかしてくださいよってずっと話してたわけじゃないですか、うん、やっとじゃないですか。やっとプロ野球出身で、うん、YouTuber ナンバーワンじゃないですか。そうやね、今日勉強させてもらおうと思いましたですね、うん、当たり前ですよ、ね、いろいろですね、教わりましょうよ、先輩ですからね。はい、ということで、はい、じゃあ佐々木智也さんです。はい、よろしくお願いします、はい。吉本さんらしくないっすね。ウーロン茶なんですか、もうおじいちゃんになってますよ。違う、今日仕事があるからウーロン茶飲むんやった。ウーロン茶が美味しいって思うような年にもなったんですか。中華料理はウーロン茶ほんとうまいんやって。僕の知ってる吉本さんそんなんじゃなかったですけど。そうですよね。仕事があるから本当はビール飲みたかったけど、はい、我慢してウーロン茶飲んだわけよ、お前言うな。でこれね、はい、サバ好き、はい、焼きそばだからっつって、はい、福岡のですね、うちの会社のすぐそばにですね、はい、味地はるかっていう、まあ、有名な居酒屋がありまして、はい、うちの YouTube 専用で作ってもらってまして。そうなんですか。そうなんですよ。お土産、すごいじゃないですか。ありがとうございます。もうおにぎりでもパスタでも何でも、はいはい、佐藤、お前一人じゃないよな。はい、もう子供二人います。そういう影見えないんだよな佐藤は。なんか悪い。いや、昔からいつ結婚したかもわかんないし、はい、いつ結婚したの。2000、だから10年前ですよ。12年ですから。そうなんだ、はい、子供だから今8歳です。小学校2年生です。あ、そうなんだ、はい、双子です。お男です。男です。たまに男女っているもんな。あ、そうです。あの二卵性は、一卵性は男男か女女しかなんないらしいんですよ、うん、でも二卵性はもう兄弟みたいなもんなんで男女もあるらしいです。あ、だから結婚してるってイメージないよお前。はい、全く佐藤は、はい、プライベート感見せないんですよ。まあ俺もそうだけど、吉彦さんに習ってるんですよ。ですよ、ね、プライベート感大事じゃないですか。大事ですよね、はい、ないな。あ、だからもう24時間寝てませんよねみたいな。みんなに言われる俺。どこで寝てるんですかって言われる。最初にちょっと聞いていきたいんですけど、佐藤、うん、崎さんに謝ることってないんですか。ない、佐藤は。本当ですか。佐藤は全くないな。そうっすね、なんか何もないよな。別に何もないですね。僕は見てますよ、ケイスケのやつとか、ね、早坂と清水奈緒さんとかもいろいろ見てますけども、ロッテ在籍、はい、僕以外の 80% ぐらいの選手には謝らなきゃいけないことが何かしらあるかもわかんないですけど、僕にはないです。なるほど。佐藤はない。よかったですね。マジで。ちょいちょいね、佐々木さんの話が出されますもんね。だからなんだろう、ランニングなんかで全部そうやけど、走塁でもそうやけどな、ちゃんとしたから、うん、僕足遅いですけど、やることはちゃんとやってたんですよ、はい、でも吉本さんが走らせてくれないんで。いや、ボビーの時は6回までは全員走ってよかったんですよね、行けたら。でも、はい、俺発着にさ、はい、1回、あ、行け、行けったんや、はい、行け、発着、行くか、行けったら無理、無理です無理、発着が無理でしたからな。そういう逆する、吉本さん、こいつ行けますよ、走れますよ、行きましょうか佐藤。ここはな、走るとこじゃないんだ、やめとけ。いやいや、でも行けますよ。いやいや、ここはダメや。ダメなんすか。あの、性格がそうやからね。あで、性格を一番覚えてるさ、佐藤の特徴的なのは交流戦だよ、はい、ワンナート満塁とかノーアート満塁でお前行った時に、はい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 、お前シャンプーして三振して返してたことあったろ。でもそれはオッケーですよ。ゲッツーになる方がダメなんですか。あ、そうですか。いやいや、バッティングボックスで俺は正直言って何とかしてくれると思ってたんよ。いやいや、そしたら佐藤、お前曲がれ曲がれ曲がれって、曲がらんかったとかなんか言うよ。でもその代わり曲がったら打ちますから。あ、そうですよね。はい、曲がったら打ちます、その代わり。どっち取るかっすよ。なるほど、はい、曲がらなかったら打たないけど、曲がったら打つ、どっちがいいですかっていう。5割、5割です。5割、5割ですよね。5割の確率。いやいやいや、バッティングコーチお前やってみろ。で、パーンって見逃してパッと返す、こうやって返ってくるわけよ。曲がれと思ったんですけどね、曲がれ曲がれと、曲がんなかったっす。いやでもそう仕方ないですよ ね、はい、だからあの見逃し三振は負けじゃないんですよ。なるほど、はい、だからピッチャーには負けてないんですよね。だって振ってないんですから。
おほほほほほほ、そういう自分ですね。はい、振ってダメなのが負けなんですよ。なるほど。振ってないのは僕の予測が外れただけで、別にピッチャーに対しての力量差で負けたわけじゃないですよ。なるほど。はい、一回バッティング起こしてみたい。お願い、絶対変わるから。そんな言われて、ちょっと待って、お前ちょっと待ってくれるか。状況を考えてくれるかって。でもこれストーリーがあるんですよ。なるほど。はい、僕バッティングが降りてプロ入ったんですよね。はいはい。で最初はやっぱりバッターはまっすぐ待って変化球対応が夢じゃないですか。はい、はい、それで全部出たらそれに越したことないですよね。なるほど。でそれにやってたら、まさかの打率が0割4分3厘だった。1年か、2002年。だって打てへん打てへんいうジャイアンツの小林よりも、高卒1年目のロッテの松川よりも、大卒4年目の僕が3年目か打ってないんですよ。なるほど。あ、そうなんだ。はい、0割4分3厘で、で、あのその時に西武から来てた原井さんっていう人がいて、うん、まあ、山本浩二さん監督の時ですよ。うんうん、あれ2002年だったんですけど、はいはい、で、原井さんが僕に、井原さんが後編球一生待ってても一生打たれへんって言ってた。ちょっと頭使って来る球考えて打ったら打率1割上がるとかって言ってたよって言って、うん、確かにそうだなと思って、そこから考えて打つようにしたら、次の年3割1分9厘のホームラン8本になったんですよ。おー、うん、もうそしたらやめられないですよ。もう怖くて0割4分3厘に変えれないですよ。何種類でやるのバッターってな。はい、要はまっすぐ待って変化球打てる、まあ俺がそうなんよな、俺まっすぐ待ったことないから。ただそのあと何、球種とか、あと打つ方向とか、なあとコースに、うん、だから僕はその4つをピッチャーとのパワーバランスで変えてるんですよ。だから大したことないやつは何着ても打てるじゃないですか。はい、でもそんなのダルビッシュとか来たら何着ても打てないですよ。それはもうどっか一点張りして、ああそういうことですよね。行くしかないんですよ。考えたらそうだよな。はい、でボンダもよ、三振もよ、一試合もな。しかもさっき吉川さん言ったもワンアウト満塁、ノーアウト満塁、はい、僕足遅い、一番ダメなのゲッツーですよ。はいはいはい、だからもう最悪いいのはヒットですね。はいはい、でもその次は外野フライ、犠牲フライですね。そうですね。その次は内野フライですね。その次三振ですから。ああ無駄に当てに絶対零点ですよ。まあ、僕は次のバッターを信頼して勇気もある撤退の三振戦。なるほど。あ、まあ、ということですよ。言って一回やってくれ。一回やってそれを選手たちにこうやろうと。いいか、こうでまずこうだと、こうだと、こうだと。これ勇気ある撤退だって。お願い、一回言ってみて。ミーティングで。もう早速バッティングコーチだった時に、うん、どんなバッティングする。みんな、これ見逃し三振多いなーって。それ勇気ある撤退だって。でもその代わり、そいつに言わなきゃいけないでしょ。当たったら受けんだろうな。そういうことな。当たっても打てなくて見逃し三振はもうクソじゃないですか。あ、僕その代わり当たったら打ちますよ、そこそこ。そうですよね。はい、いや、よう打つもん。そうですよね。マジで交流戦でもさ、よう打ったよな。交流戦、神宮で満塁ホームラン打った時も、そうそう、一番最初藤井から打った時も、あれ雨降ってて試合が遅れたんですよ。その時負けたらもう僕ら交流戦優勝できなかったんですよね。そうそう。で試合時間遅れてやることないから、スコアラーの吉井さんと、僕ってどういう風に攻められてますってデータ全部見直して、そしたらインハイだけが全く打ててなかったんですよ。はいはいはい、対左に対して、うんうん、意外全く打ててないですね。しかも交流戦で対戦経験ないから、ここ攻めてきそうですよね、はい、って。いや攻めてきそうやなって満塁になって、はい、で藤井じゃないですか、はい、でここしか見てないんですよ僕。なるほど。ここ絶対来るはずやと思って、はいはいはい、できてホームランですよ。なるほど。満塁ホームラン。いや、すごいですね。いや当たったら打つからすごいよな。すごい打撃コーチですか。いや、もうそうだったら今やっと納得されましたね。納得した。そうだ。でも他もいいバッターいたんでね。まあいましたよね。はあ、ってことは、まあちょっと一回聞いていいですか。うん、高橋義彦から見たら里崎さんっていうのはどんな感じですか。いや、すごいよ、本当に。ピッチャーリードもそうだし、はい、そういう面ではよう考えてる。ただ、ピッチャーにはよう投げ気が入るってな。こうサイン出してもこみって。そうだと義彦さんが怒るんで、何点取ったら勝てるんやって。あ、なるほど。でも吉彦さん勉強させてもらったこといっぱいあるんです。僕試合中のエンジン組むとかタイムとかは、イニングとかで適当にかけちゃダメなんやって。その切らないといけない時があるから、うん、その切らないといけない時は初回かもしれないし3回かもしれないし、それは何回か分かんないけど、はい、大体5回終わってからかけるけど、あんなの意味ないんや。切る時目指してかけなきゃいけない。ほんま思うけど、要はエンジンかけて打てるんやったら、正直いつでもかけなさいって思うけど、こう流れがあるやん、押されてる時とか。で、その時一回ちょっと間を置くのにエンジンをかけるっていうのは俺の考え方なの。なるほど、なるほど。勉強になったな。
はい、だから僕それ勉強してから僕自分でエンジンかけたこともあったんですよ、はい、でその時5回かけて4回転入ってしかった。あ、だからそういったところはすごい勉強になったんです。いいコーチになるよ。はい、いいよ。吉井子さんから教わったことめっちゃあるんですよ。バントね。あ、バントな。忘れもしない甲子園、はいはいはい、あの雨で試合がグラウンド使えなくて室内でマシンの時に、うんうん、あったな。あのバントはこうやってやるんやって言って、うん、そうそう。ああ、でプロ野球選手ってバントするようなやつ、はい、プロ入ってきてないんで。そう言われてますよね。確かにそうやな。佐々木チャンネルで言われてますよね。だってバントするようなやつプロ入れないんですよ。俺でもそうだもん。だってバントしたことない、盗塁したことない、うん、ピッチャーで呼ばんだもん。高校時代でしょ、まあ、言ったよな。そういえば、うん、こうやってするこうやってこう入ってやっていかなきゃいけないんやつね。そう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 。でもあれめっちゃやりやすいんですよ。だからね、プロ野球選手のバントが下手なのは吉井子さんみたいにそれをちゃんと教えれる人がいないんですよ。吉井子さんスイッチだから右も左にも教えれるんですよ。そうですよね。僕もうちょっと足速かったらセーフティーもっとセーフになってると思うくらいコツが役分かりやすいですよ。うまいですもんね。まあ、セーフティーうまいな俺。うまいですよね、うん、僕もうまいんですよ。足がついていってないだけ。めっちゃうまくなったよな、はあ、めちゃくちゃうまくなった。その理屈が分かればこう逃げながらとかしちゃダメなんですよ。一回入ってからいくわ。右足を出すやつですよね。まあ入りなさいって、はい、でバッティングもそうなんだな、はい、で俺よく言うけど、あ、タイミング合ってないやつよく言うよ。セーフティーの構えしてるの。そうすると遅れてるの分かるからってタイミングがあって言うのに。なんかちゃんと仕事してたんですね昔はね。今はこうやけど。いやいや、ほんと里崎さんから見た高橋芳彦っていうのはどんな感じですか？いやだから僕はいいコーチだと思うんですよ。だってあの G ロング行った時もね、あの3面あって一番奥のところでね、うん、で、まあ、走塁って言ったら、まあ、一番やる人はやるけどやらない人はやらへんみたいな感じになってくるところでちょっと遊び感覚も入れて一番奥のところでね競争して楽しみながらやりましたよね。一周どれだけで走れるかとかね。だからね、すっごいみんな上手くなったよな。上手い通り、うん、でも普通にできるよな走塁って。だから優勝した時もそうだけど、うん、やっぱすっごい強かったんだよな、うん、勝ったですよ。佐々木さんが光ってましたよね。で、五冠だっけ一番、そうそう、五冠。2軍も優勝したんだよ。そうやな、はあ、五冠っす、うん、多分どこもないですよ、そういうところ。強かった。2軍のキャンプの今、佐々木さんは参加されてないじゃん。ただ良かったっすよ、ね、よかったっすよ、ね、あの、噂は聞いてましたよ。やっぱそうなんですか。 やべえなっつって。あで、あとね、あの一軍の、はい、だからあれ2010年かな、なんかこっちで仙台ですよね、鹿児島の仙台でメインで一軍が日本シリーズの調整してて、二、はい、軍がなんかサブみたいなところ、はい、陸上競技場かなんかでやって、はい、くそほど声聞こえてきて、はい、あれが噂の連帯部長かみたいな。やばい、おずっと聞こえんぞみたいな、はいはいはい、そうですよね。え、二軍ランニングシューズ履いちゃダメらしいじゃん。だって試合でアップシューズ履かへんやろ。いや、まあまあそうやけど。でホテル帰ったらね、あの夜間練習っつって、どれだけやんの。いや終わりって言うまでですみたいな。でもね、選手って強くなるよ。そう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 、はい、強くなる。確かにあの時のロッテすごい強くなりましたよね、はい、だからそのあの時なんか強い強い言うんですけど、まあ僕らの時のまだボビーが来る前の日本も地獄だったんですよ。吉井子さんと同じような平野健さんという武闘派の人がいたんで。健さん、はい、健さんもう全く同じようなタイプで、あ、中日から西武から、はあ、ですよね、はい、のもう本当、はいはい、引退してすぐくらいだったんで、はいはいはい、イケイケだってまだ昭和野球だったんですけど、はい、だからでもあの時って全部下から上上がっていってるんですよ。飛んだ人じゃないですよ。そうなんだ。だってあの時でもだからボビーが入る時でもだから僕行った時ヤクダさんも2軍だし、うん、僕も2軍、俊介も2軍、はいはい、広之も2軍、うん、小野慎吾さんも2軍さん、うん、うわすごいですね。すごいね。名前聞いた。はい、でまあ、今井も西岡も最初に2軍だったじゃないですか、はい、そうですね。だからいきなり1軍でガンガン活躍した人って多分ロッテいないですよ。座ってみたらすごいね。平野健さんってやっぱイケイケだった。やばいっすよ。尋常じゃないっすよ。出てもらおう。ああそうですね、平野健さんに、はい、尋常じゃないっす。あの選手打ち取って喜んでるんですから、バッティング練習で。しかもみんな若かったから、はい、平野健さん、山中さん、はい、で松沼兄やん、あ、清志もいた、はい、で、アニアンじゃないですか、うん、で、あの、小野チンさん、おうおう、うん、みんな若いもんな。若いし、球速いし、うん、変化球バンバン投げてきて打ちすぎたら、打たないように投げてくるんで、うん、
ピッチャーするとかな、はあ、であと高澤さんですね。高澤、はあ、元気じゃないですか。元気よな、はあ、だからいつも走ってる毎日、はあ、だからバレの時はバレバレですけど、でもだから結局吉子さんが2分の時もそうですけど、全部突き上げで生きてるんですよ。でもそうやって見たらいいチームだったよね、はあ、すごい。ここですよね。で、ここでですね、お二人に関係してた、うん、あの三郎さんが二軍監督になられたじゃないですか。それってどうなんですか。よく良かったじゃないですか。でも八着がヘッドコーチやん、はい、だからまあちょっと元のあれに戻しつつあるよな。そうそうです。だからで、まあ、だってのな、で吉井さんもまあ一応ボビー派なんですよ、ね、メッツボビーが監督の時に来てて、そうやな、で最後オリックス帰ってきてオリックスでクビになっても一連だけボビーが吉井さん出てるんで、だからそこら辺の意思の疎通はだから井口さんと鳥越さんと同じようにあるんじゃないですか。なるほど。でもやっぱりそう考えるともう三郎さんも帰ってきたってことはやっぱり里崎さんが、はい、そろそろ千葉ロッテ帰る気ないもん。ないんでしょうか。雰囲気的に帰る気したいんですよ、ね、帰る気ないもん。やっぱりないんですか。はい、今が楽しいですよ。いや、そうなるんよ、ね、でも子供の行事全部出てますからね。保育園の入学式、卒園式、運動会、参観、小学校の入学式、運動会、参観。で、運動会で走るのお前。で、僕は走らないですよ。あの見てるだけ。今コロナになってるんで参加できないんで、でも全部参加できるんですよ。そういうの学習発表会とか。そうやな。ってなった時に、で僕野球8歳から野球始めて38歳まで野球やってるんで、30年間野球界にいるじゃないですか。で引退で僕引退する年に子供生まれたんですよ。だからそうなると野球界入ったらもう多分帰ってきたら寝てるし、起きたらもういないじゃないですか。多分そうだよな。はい。って考えた時に、まあ、今の方が楽しいっていう。楽しそうにやってるもん。やられてますよね。楽しいやろ。はい。そう思うもん。そのままやもん。だって現役もこんなんやってね。だってですね、マジで現役もこんなんやからね。で、またキャッチャーのさ、橋本がいて、はい、橋と仲悪かった。よかった、はい、普通か。普通ですよ。なんか悪くないですよ、全然。だって51年会とか あったんですよ、ロッテだけで。そのオフに食事会とか、だからサブでしょ、はい、で僕橋本、サブもそうなんだ、はい、で橋本、うん、でマネージャーの高橋薫、薫、うん、で渡辺俊介、うん、でブルペンキャッチャー池野ってやつがいたんですよ、元選手だって、うん、であとあの前だと信原とか、だから同級生いっぱいいたんで。ああ、そうなんだ。食事会とかあったんですよ、その最初いっぱいいる時は。あ、清水直ちゃんですね。ちょっと面白おかしくですね。そうそう、二人でさんともう性格違うから、全く全く違うな、性格。謎のようにもなんか、そうですね、まあ僕とタスクだったら多分タスクはああ見えて真面目だから、あの言われた通りやるんですよ。で僕はこう見えて真面目じゃないから自分のやりたいことを優先するんです。だから、まあ、客観的みたいにピッチャーに寄り添えるのは僕なんですよ。あの言われたことでも、うん、そんなのやんなくてもいいよって変えていくからな。変えていくから、うん、でもタスクは言われた通りやるんで、うん、そこら辺の違いは良い悪いは別としてあったと思うんですよ。だってボビーのミーティングで何とかんとかお前やれって言ってたら、できるやろなあし、はい、できます、佐藤はどうなんや、いやちょっと無理だと思いますもし仮にやらせてほしかったら練習させてくださいって。いやって無理なんですもん、でピッチャーできないから。まあそうやな、できないもう要求してもどうしようもないからね。だから僕の理屈は、まあ、言ってることは分かるんですけど、うん、できないのに無理でやらすんだったらそのピッチャーの得意なもので相手をどう抑えるかを考えた方がいいんじゃないですかっていう。でもそこに行ったらいけるやって、いやいけるやって来ないよって。だから僕もいける人はいけるんですよ。分かる分かる。でもいけない人はいけないんで、あの紙に書いた餅になるよな、はあ、要は正しいよなそれ、はあ、いわゆる攻め方は正しいですと、はあ、ただこれは e スポーツ違ってコンピューターがするわけじゃないから、人間がやるから、投げるピッチャーはそういう正しい答えは出てるけど来ませんよっていうことで、だったらここに投げれるように練習してくださいっていう。そういうことですね、はあ、そしたら僕も気分よくやらされるんで。ああ、なるほど、はあ、でもほら WBC で優勝したやろ、はあ、あんな気分よかったのお前。めっちゃ良かったですよ。だって最高でしたよね。でも日本一にもあって、アジア一にもあって、世界一にトントントンってなったんで。そうですもんね、はい、で自分の再現通り来るし、はい、そうだよな。僕だってしばらく8人行ってましたもんね。8人行ってて、で梶原も来てて、で通訳の中曽根俊さんも来てて、トレーナーの菊池さんも来てたんで、ロッテ10人以上いたんで、そうだな、すごいやりやすかったんですよ。ロッテですね、はい、だって僕WBC って人生初めて思いましたからね。これ打たれたら完全に俺のせいやなそういうことな、はい、構えたとこ来るんで。来るな、はい、なるほど、はい、そうやな、はい、ピッチャーのミスじゃないんで、はい、ちょっと高め、ちょっと低めも、ちょっと構えると変えただけでこうなってくるんですよ。すげえなと思って
まあ、責任感じるな、はい、試合中に思いましたもん、人生初めてですよ。ああ、そういうことな、はい、打たれるのは俺のミスってことな、はい、ちゃんと見なきゃと思ってバッター普段は見てないんかい。いや見てるっすけど、いわばドルイチが必ずいけるかどうか分かんないんですよ。そうだな、さっきのボビーの話じゃないですけど、本当はこれ行きたいと、行きたいけど投げれへんよ、なんで、じゃあもうドラフト2位にしとこうかみたいななるじゃないですか、はい、でも代表行くと必ず行きたいやついけるんで。そういうことですね。そういうことだな、はあ、分かる分かる。俺はもういいピッチャーとこうずっと組んで守ってたやん。だから守備位置なんかでもベンチが言わなくて分かるわけよ、うん、今日調子悪いもあるし、でコントロールほとんどないからすっごい楽だもん。それがね、逆でもあったら動きづらいですよね。おいって、おいってなる。そこでしょ、こっちやのに逆でも行ってこっちみたいな、ね、すごいっすよね。でもあの時楽しかったっすね。いい悪いはあるし、苦しかったこととも、しんどいこともあるっすけど、なんか楽しかったっすね。楽しかったな、はあ、千葉ロッテが輝いてましたよね。強かったもん、はあ、だからいい意味でバカな人多かったっすね。もうはっちゃけてね、いい意味で。だって吉岡さんもいい意味でまあバカみたいなもんじゃないですか。野球バカでね、一生懸命でっていう、それがいい意味でなんかみんながはっちゃけて、まあ、いろんなこと起きるんだよ。神宮でこういうな、でバッティング好きやねん、はい、でいい気になって走って打ってよ、はい、走ってよ、はい、いいか、おばいい気になって走っても構わんけど、お前打っていい時と悪い時だぞって、それでいい気になってセカンド行って次のイニング頑張れよって言ったら、ヘロヘロ玉来てたよ中学生がお前終わっていやでも楽しいっすね、そう考えたら。楽しんでやってるんですよ、ノープレッシャーですよ。みんなで足はつるしよ、はい、そう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 、つってバッティングして俺に怒られるし、お前昨日バッティング足つって何バッティングしてんやお前これでもね、注意したらそれで済むんで。なるほど、みんなな、うん、怒られも慣れてるんですよ、はい、みんなが、はい、怒られも慣れてるし、はい、怒る人も怒り方も慣れてるから、はいはいはい、別に怒られたからってシュンとすることもないし、うん、怒ったからって言ってそこに人間関係悪くなることもないんですよ、うん、怒られてんぞみたいなでもほんまね、あの時ロッテですごかったな、はあ、僕でも吉彦さんに1回怒られたことあるんですよ。あ、ないやろ。あるっす、あるっす、はい、なんですかホットモット神戸で。ああ。僕は悪いんですけどね。ああ、そうですか、はい、試合中っす、はい、で、僕その時スタメンじゃなかったんですよ。で、神戸ってベンチのすぐ裏が着替えるとこでもあるし、スイング場でもあるじゃないですか、うん、そうやな、うん、で、審判になったら代打があるんで、橋本出たら左ピッチャー変わったらやって、はいはい、キャッキャキャッキャ言いながら準備してたらちょっと負けてたんですよね、接戦で、はい、まだいい加減にしろこらなーって言われて、でもまあそれはまあね、まあ、別に吉本さんに非があるわけじゃないですか。そうですね、でおーいみたいな感じで、でそのすぐ後っすよ、佐藤代打みたいな。いやでもこれは必死こいて打たんと。あ、そうですね。で、菊池原さんだったんですよ、うん、堀内左の、はい、広島にいた、はい、結構カット気味に来るじゃないですか、はい、フルスイングしたらクソつま、どん詰まりして、でもよく打ったんで、ふわふわふわってファーストの後ろに落ちて、ツーベースで気合のセカンドヘッドスライド最高じゃないですか気持ち出してきました、怒られたんでね昔はよ、こうどなっても全然平気だったよな。いやまあまあ、そうですね、はい、だってケイスキーずっと言ってたじゃないですか、前どこかに吉彦さんの隣声も聞こえるまあ一番最初怒られたのは竹原だけどな、キャンプで言ったのは全力出しだよ、お前ってでも面白かった、ロッテ10年間でもだからそういう人が減ってるのがちょっとダメなんですよ。でまたそれを言ったら言ったらで言い過ぎやとか、だって去年でも春さんのあの怒ってんのがニュースになるからそうですね、あんな、まあみたいなね、はい、あんなの何がダメなんやっていう、だから終わったねって言われるらしいよね、選手が、うん、コーチが、こうガラー怒ったら、吉岡さんもし今の時代いたらやばいっすよ確かにやばいと思いますよ。すごいこう逆にストレス溜まると思うんですよ。そうやろうな、ね、はあ、あとどういう付き合い方しいか、そうだよね、確かにそうですよ、俺まっすぐ行くからね、うん、だからその逆に言ったら、じゃあ先生と教え子もそうですけど、はい、じゃあ監督コーチと選手とか上司と部下が心の底から仲良くなることないんちゃうかっていう、腹割んないから、そうだね、もう今全部ダメやもんな、はい、僕らだから逆に言うと裏表ないからストレートです、みんな。そうですよね、はい、思ったこと言って思ったこと言われて思ったこと言うからピッチャーがボール来ないんですよピッチャー来ないんですよでも確かにそうなんやな、ね、要は本当に正し
いこと言ってるけど、佐藤の場合はそれを考えて違う形で引っ張らなきゃいけないと思う形になるから、うんうんうん、まあ、確かにそうです、うん、だからそうですよね。今もし本当に佐藤崎さんがコーチをやるとなったら、やっぱり吉彦さんたちみたいな教え方になりますよね。なりますよ。それで気に入らないんだったらいつでもやりますよ。でそこまでしてやりたくないですもん。だって教えてあげてるのに、なんで教えられる側のルールでやんなきゃいけないんですか。こっちのルールやろ。最高っすよね。ねえ、吉子さん。まあ、まあ、確かにそうよ。まあ、こっちの芸を教えてやってんだから、そうですよね。なんでお前らのルールに従わなきゃいけないんだよ。それで伸びなかったらコーチはやめなかもな。あ、そうそうそう。やっぱ自分の給料じゃなくて、取るためじゃなくて、自分の技術に行くから、コーチ業ってそういうのは、やめるべきだと思うもんな、うん、お願いやって一回コーチやってみて。もう揉めてやめるか、はいはい、多分浮くかもわかんない、言いまくるから。なるほど。でも昔はよ、全然平気だったもんな、言いまくっても、はい、俺みたく、ね、うん、西野とか肉の時マネージャーを俺に怒られてるし、ほんま散々言われて、みんな怒られながら座ってるから、キャンプ見に来いって言われて行ったらハラハラしてこないから、また怒っとるわけですよね。でもそういうので要領を掴んでくるわけじゃないですか。なるほど。こっちも。そうですよね。はい、でそれが、まあ、結果的に意図を組める人間になるんちゃうかと僕は思うんですよ。ああ、その通りと思います。そういうね、どういうふうにやってほしいかとかね、はいはい、どういうでその中でわからないことも聞けるし、だから本当今だったらアウトやな、本当。いや、多分吉子さん一面乗ってますよ、多分。まあ吉子さんだけじゃないですよ。あの当時いた人たちは。あ、確かにそうですね。はい、あ。崎さんがですよ、ね、YouTuber で大活躍じゃないですか。すごい。今日は朝からですね、うちの息子小学校6年生なんですけど、今日誰とって言ったら、佐藤崎さんって言ったら、お、佐藤崎智也さん、智也さんって何でって言ったら、現役やって小学生みんな知っとるよみたいな。みたいな。現役は知らないですけどね。そうなんですよ。YouTube 大体みんな野球やってる人たち見とると思うよって言われた瞬間に、吉さんは僕の周りはみんな知っとるけどね。怖いみたいなですね。やっぱそれぐらい知名度っていうのが、佐藤崎智也っていう YouTube としてすごくやっぱりすごいなと思いまして、なぜ YouTube やろうと思ったんですか。一番最初は、はい、僕あのビックリマン終身名誉 PR 大使っていうのをロッテの本社とやってるんですよ、はいはい、でそれで毎年4月1日がビックリマンの日って、はい、その記念日協会認定されてるんですよ、うん、だからそのエイプリルフール、うん、嘘ついてもいい、うん、それドッキリさせるみたいな感じ で、はいはい、でそれを毎年、うん、引退後4月1日のそのビックリマンの日のお菓子のプロモーションを毎年やってたんですよ、はいはいはい、でそのなんか嘘の記者発表会するとか、はいはいはい、嘘の CM 作るとかっていうのをいろいろやってた時に、あの2019ですかね、はいはい、にその YouTuber になるみたいなのが企画だったんですよ、うん、あ、そうだ、企画だったんですか。はい、一番最初はそのロッテ本社との、うん、でそれで佐藤崎チャンネル作ってでプロモーションに向けて全5回か7回ぐらいのそのビックリマンのプロモーションを撮ったんですよね、うん、だから最初多分ビックリマンが食べてるとか、はいはいはい、一番最初はそういうのだったと思うんですよ。 あ、ね、あ、そうなんだ、あれはもうビックリマンの日に向けた4月1日前後のプロモーションなんですよ、うん、それが終わってロッテの本社の人にこれ YouTube どうします、閉じますか、どうしますかって言われたんで、まあ、せっかく作ったし、まあ、今後もしかしたら何かの形でやるかもわかんないんでそのまま置いといてもらっていいですかって言ったら、うん、でいいよっていう風になって、でもまあ一人じゃ難しいじゃないですか、はい、そうです。であの時まだ YouTube で言うと多分豊さんと笠原ぐらいしかやってなかったと思うんですよ、はいはいはい、プロ野球界で言うと、うん、笠原が僕と同じ時にアップし始めたらしいんですけど、うん、でそれで夏ぐらいになった時に豊さんからなんか俺のチームが佐藤も一緒に YouTube やりたいって言ってるけど、うん、どうって言われて、うん、やりましょうやりましょうって言って、うん、もうチャンネルあるんでそれでじゃあやりましょうってやって、はいはい、そこから始めたんですよ。あ、そうなんだ、はい、もう その流れですね。なるほど、そういうことですよね。嘘から始まった誠になったよな、マジで。そう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 、4月1日もな。そうなんそう。したら突然ですね、赤ちゃんっていう可愛い子つけて、うん、2人でですね、ノリノリで、あ、楽しそうやなみたいな。でもあれ、袴田さんも豊さん呼んできたんですよ。そうなんですか。豊さんの知り合いの女の子に、なんか豊さんがなんか一人、なんか暇そうな女の子なんかいないかなって探してたみたいな感じになって、はい、で袴田さんはその女の子に言われたらしくて、はいはい、でえ、じゃあ私いいよって言って、うんうん、その曲は悩めたばっかりだったんで、あ、そうなんだ、東北放送だったんですよ。
で、だから一番最初撮った時は初めて会ったんですかね、僕、袴田さんと。あ、そうなんですね。そうなんだ。は一番最初は、うん、今日、豊さんの家で、うん、で袴田さんいて、うん、さあ、じゃあ2人でやってもらうから、ああ、よろしく。え、袴田さんって袴田さんとかの親戚なんですかみたいな、うんうん、ああ、そうなりましたよね、はい、みんな思いました。あ、あ、違います、結構静岡、袴田多くてみたいな、うん、あ、そうなんですねって言って始まったんです。あとはもう、僕が言いたいこと言ってるだけです。いや、すごいですよね。また、袴田さんキャラクターがですね、モノマネとかやってるじゃないですか。何でもやりますからね。野球選手モノマネとか。これは面白いですよね。はい、そうなんだね。ほぼ見てますから。でも、言いたいこと言ってるだけですよ。だって僕らなんて孫受けぐらいじゃないですか。下請けも下請けじゃないですか。そのテレビ、ラジオ、新聞とか雑誌とかに依頼を受けて初めて発言権許されるわけじゃないですか。だからどんな言いたいことあってもどんないいことあっても依頼受けないと言えないじゃないですか。そうすると第三者から葬ろうと思ったら葬られますよね。呼ばなきゃいいんですからね。でそこに間にいろんなものが入ってたらなんかもう子会社の子会社の子会社みたいな感じになってどんどん引かれていってここに来るわけじゃないですか。でなちゃうと言いたいことも言えないからやりたいなと思ってチャンスがあったんで、だからもう言いたいこと言ってるだけです。言いたいこと言われてますもんね。はい、かなり俺に得意じゃないですか。言いたいこと言って言いたいこと言って、いや俺が言いたいこと言ったらもう応募するから、まあね、はい、65になって我慢して喋ってるだけでマジで、はい、もう俺炎上が嫌ないの。嫌なんですか。炎上したことあるんですか。ないないですね。じゃあいいじゃないですか。で俺気をつけてるもん。いやでもちょっと炎上した方がいいですよ。いやいやいや、ちょっといやいやいや本当お前はさっと言うけど、本当言うけど、あの大炎上、プチ炎上。そのプチ炎上どうやってやってるよ、プチ炎上は。それはあの何かのお題で50-50になるぐらいので若干51-49ぐらいの49に行くんですよ。そしたらだから最近で言うとですね、思ってないことは言えないですけど、北海道の新球場で本当は 18.3m なのに 15m しか作ってなくて、でもうプロ野球評論家解説者の人は表で出てる情報で言うと 90% 以上500なんやからそのままでいいじゃんみたいな感じなんですけど、いや僕はルールがあるんやから、ルールにのっとってやんなきゃいけないんだから、それによってじゃあもし松田とか本当はもっと狭くしたかったけどできなかったところとかのこの均等も起きるし、なぜそうだったかを説明しなきゃいけないし、まあ、一番丸く収まるのは 18.3 にすればいいんじゃないですかみたいな。まあそうだな。でルールを破った方の人間が、はあ、そんなもんルールが間違えてんねんから、いや破ってから言うなっていう。あれ作った会社はアメリカの会社ないの。そう、アメリカの設計で、でアメリカは望ましいなんよな、はい、あのルールが。そうなんですよ。だからアメリカって狭いとこ多いんよな。そう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 。あ、2つの球場ぐらいしか 18.3 以上はないらしいです、ね、そうなん。日本だけないよ、そうやってうるさいのは。で日本の規約は必要とするようになってるんですよね、はいはい、で向こうは望ましいなんですけど、でこれ500やっていうんですけど、はい、でもここで僕は一つの疑問がまた湧くんですよ、うん、え、それって本当に500なんですか、うん、一番最初に決めた時にこれアメリカはまあ嫌けど、やっぱ日本はきっちりやりかえたから、ここはもう日本は日本で必要にするにしようよってにしたかもわかんないですよね。そうですね。それをなんで500やって、お前決めた時の人から話聞いてきたんかって。でもそうやって逃げ道を作るな、はい、要は500だって言って、はい、でも500かどうかわかんないじゃないですか。その時作った人たちが、いや日本はきっちりやりたいから、うん、そこはもう18.3m に必要とするでやろうよ、うん、そんぐらいでバラバラになっても困るし、それは必要とするに日本は日本独自でしようって彼になってたとしたら、うん、500じゃないんですよ。そうやな、はい、分かる分かる、はい、で500っていうのはルールになるよな、はい、ちゃんとした決めた時の人に聞いてきたんですかみたいなっていうこのような感じで言うと、そのままで嫌ないかの人たちが何言ってんねやおらみたいな。俺なそのこういいぞいいぞ。俺はそのアメリカの会社が作って、はい、そのアメリカのルール上これ望ましいになってるから、アメリカの企業って全部バラバラで狭いとこもあるやんか。そうすると日本ってアメリカの真似するやん大体が。で今言ったように500で済みそうな感じがあるやん、実は500なんですと。アメリカのルールはこうだから一応日本もそうしましょうっていう流れになると思うよ、正直言って。あれ動かすってのは前に出すしかないもん。後ろは掘ればいいじゃないですか。あれ先しかないですよ。あれまだ俺前に出すか後ろに下げるか、まあ後ろ、まあ後ろを掘るか、まあその球場見たことないからな。ただね、俺それはそれで俺面白いのは一つ疑問がある。野球の球場外野があるやん、はい、あれってルールどうなの。外野は何メートル以上必要らしいんですよ。そうやろ、はい、だから要はだから 18.3m は必要だから 26m のとこもあるんですよ、うん、だから最低は守らなきゃいけないんだよね、はい、だから思うけど外野が今
どん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 前に来るやん、はい、ソフトバンクでも、うん、はい、あれも外野あそこまで何メートルって両翼とセンターだけ決まってるから、うん、途中は決まってないんですよ。すごいよそれってよ思うけど、はい、それって考えたらよ、はい、じゃあ要は前に来てるソフトバンクの方だけどホームラン増えるやんか、はい、であそこのホームゲーム神宮でもそうやな、はい、でいろんなとこがあって狭いとこの方がホームランになるやんか、はい、あそこの札幌ドームと別個してきっちりした球場だから、ああやって見たら今言ったように両翼とセンター決まってるこの間こ前にしていってるの俺えって思うよな逆に。それ物申した方がいいですよ。いやそれ ルールやから言わんでやるこさん。それじゃ炎上しないです炎上させに行ったわけじゃないからお前ちゃんと。いや炎上させないと広まんないんですよこれ。 YouTube で一番大事なのは面白いかどうかじゃないんですよ、知ってもらうことなんで。炎上するとあのもう今は Twitter 上でふざけんな里崎古田も容認してんぞな言われるみたいな。お前古い人間なんやお前、新しいことやっていかん、こういう人間が日本をダメにしていくんや言われるみたいなって言ってあのドルルー文句言って必ずこんなこれに言ってるって言って僕の URL 貼ってくれるんですよ。そうですよね。そうすると炎上するかもしれないけどこうゴワー広がっていくんですよ。拡散されてますもんね。いいかいいか、そして気づいたら50万再生以上されてるんですよ。いいか感化されるな。いや勉強になります、ね、佐藤、はい頼むよ。で、正の力と負の力あるじゃないですか、うん、正の力っていうのは拡散能力全くないんですよ。あ、分かる、はい、うん、そんな人に言わないんで負のパワーはえげつないんですよ。これ人の憎みとか、はいはい、ムカつきとか、うん、非難とか批判とかのもうブラックホール並みにそれが増大していくとドワー来るんですけど、ドワー拡散されますお前、サト、マジだ、すごいわ。だってね、ケイスケとか来た、ナオさん来たって言っても、はい、僕以上に、ヨシヒコさんのいいこと言ってくれた人います。あ、まあそうやな、悪いことばっかりが、うん、それ面白い面白くない別として、うん、悪いことばっかりが後世に残っていくわけじゃないですか、はい、あんなことされたとか、はいはい、こんなことしてたとか、これなんですよ。そういうことですよね、まあ、いいところばっかりは言ってくれないじゃないですか、うん、忘れてるんですよ、みんないいところいっぱいあるんですけど、忘れてるんですよ、うんうん、でも、ダメなところとかはおぉなりますよ。もう喜ぶよな、はい、でしかもどんどんそんなこと言ってないのになっていうぐらい過激になって拡散されていきます。そう、はい、本当だ。え、ちょっと待って、え、そこまでだから俺がファーム選手権行った時の2時からミーティングしたあるんよ。あれでしょ、吉彦さんの隣の部屋で部屋間空きしてテレビつけたまま門限破って帰ってきた時に全員起こせって正座した時ですよ。その時も俺がベロベロになったって話になるわけよ、はい、弱んちゅうね。もう全部どんどんの話がベロベロになってたとか、もうどんどんの話が多くなるわけよ。ちょっと待ってくれるかって。でもそんなもんですよ。ほんま、車の事件とかだけど、ポルシェが広島から試合終わって、はい、東京まで車飛ばして、はい、で女の子も彼女とか会いに行って、はい、次の日帰ってきて、はい、試合したとか、無理やん。え、嘘なんですか。無理やろ、考えてみんや。いや、僕が聞いた話ね、はい、僕が聞いた話は、その時付き合ってた東京の彼女と喧嘩して、はい、今から行くから待っとけって言って、試合終わって、車で東京まで行って、で、そこで会って、次の日の新幹線で帰ってきて、ナイター出たっていう、まあ、でも間に合いますよね。それはね、本当の話、名古屋。ちょ近いっすか。近いですね。名古屋でタクシー乗って行って、新幹線で帰って、それはある。でも、ポルシェでさ、広島からさ、東京まで行って帰ってきて、それが尾ひれついて、それで試合出たってわけ。いや、無理やろ。いや、吉彦さんなら、でも時間計算したら、うん、広島から東京で行ったら、まあ、10時間また着くんですね。着かんって。いや、着きます、10時間で。ポルシェですもん。いや、途中捕まってるやん。絶対に。いや、まあ、途中捕まってるから、必ず捕まってるから、そうやって現実味がないやん。だって伝説です。はい、だって10時に行って、で、まあ10時間で着いたら、はい、まあ8時、9時に着くじゃないですか。で、そこで会って、で、はい、昼、もうすぐ新幹線乗って。新幹線帰りはな。はい。必ず。帰りはやっぱり新幹線じゃないと。それは間に合わないな。で、帰ってきたら、間に合いますもん。車はどうするんやって。それはどこ置いてるんですよ。そういう、ちょっと伝説に変えておきましょうか。まあ、でも名古屋がだから事実がちょっとだいぶ遠くなったっすよ。そう本当のことは本当みんなして俺がこう結構喋るからこうなってるから、はい、普通今だと喋れるけど本当平気で行って帰ってたのはあるな。
でも名古屋からタクシーもえげつないですけど。いや、えげつないですよ。いくらかかその時はほら、プロ野球選手の現役やん。いやいや、でも現役でもなかなかないですよね。心ですじゃあやっぱり広島からボルテも心だから行けるかも、行けるかも。おかしい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 。だからもっと炎上させた方がいいですね。そうでしょ、はい、プチ炎上攻めていってやっぱり。お前さ佐藤、はい、そしたら僕見て思いますから、おお落ちてコメント欄に変えてくれるかもしれないいやいやほんまさ、こう他の炎上した人がおるやん、はい、先輩方とかさ、はいはい、たらさ、タオさんですか、タオさん、よかったじゃないですか。で、そんな謝ってるやん、はい、謝んなくていいんですよ、そこよいや、それなんか間違った情報を流したとか、あ、うん、そうですね、嘘ついちゃったとか、うん、だったら謝った方がいいですけど、うん、別にそれは評論家と解説者とか、もしね、元プロ野球選手とかっていう個人的な見解だったら、はい、別にそれはどう言われようが、だって俺が思ってるのから仕方ないじゃんっていう。そうです、ね、強い人いつも言うじゃないですか。いや、強い人間じゃな、俺はどう思われようが関係ないっていつも言うじゃないですか違うところはね、違うところは、ただ炎上はねって言うじゃないですかどうしたんですか、吉本さん65になったら守りに入るんや。いや、65になったから攻めていきましょうもうそんなの気にすることでもないでしょ。関係ないっすよ。だってね、今の周りの人がそうやったからって離れていく人ないじゃないですか。いないです。これが吉彦だってみんな分かります、ね、ああ、だって炎上する人は吉彦さん村に住んでない人が炎上起こすんで、うん、あ、別に吉彦さん村にいる人は別に炎上を起こさないわけじゃないですか。いや、騙されん、いや、騙されん佐藤の言葉に騙されん。俺は佐藤の言葉に騙されん。でも里崎さんってやっぱり YouTube にこんだけすごいじゃないですか、うん、でも現役時代からやっぱちょっと違いますよね。人と違うことを違う違うされてましたよね。なんか里崎祭りとかやってましたよね。いや、でもそれは簡単なんですよ。ロッテの選手は野球だけしてても有名になれないんですよ、はいはい、メディアが扱ってくれないんですから、はいはい、東京なんローカルだったらまだね、はいはい、広島だったら広島のテレビが朝から晩までやってくれるし、ね、うん、新聞でも必ず一面はカープ、うん、福岡だったらソフトバンクっていうのが行われますけど、ロッテなんてテレビでやるのはセリーグだけですから、はいはい、下手したらテロップだけですから、ロッテ対オリックス3対1、うん、で万が一ニュースになったとしても、斉藤和美打たれて三失点惜敗みたいな。え、俺ら勝ったのに主語負けたチームやでもそうなるよな。ああ、いや、でもそれでもそうするからこっちからいろんなことやって、はい、メディアに使ってもらうようにしないと有名になれないんですよ。勇気あるじゃないですか。他のロッテ選手誰かやってましたみたいな。いや、結構なんかトークショーとかさせられたりしたよな。吉岡さんも出てたじゃないですか。トークショーはした。あそこで歌歌ってましたよ。タオルみんな回してましたよ、はい、いや、それはもうこれはもう有名になるためにっていうそうですよね、はい、これそしたらメディア使ってくれるやろっていうね、はい、やっぱしみんな知らないんで、常に優勝とかしたら目立つからいいですけど、そんなたまにしか優勝しないから目立たないし最近僕言われるんですよ、なんか佐々木さん結構言ってますけど、現役時代そんなこと言われたら嫌だったくせに自分がそんな人間になってますよみたいに言われるんですよ言われるんですけど、なんか僕はアンサーとして、いや、俺言われたことないから分かんないんですよ。なぜかっていうと、ロッテの試合なんて誰も評論もつかなければ、ニュースでもあの解説者がそんな深く扱ってくれたこともないから。そうだよな、はあ、だからそんな批判されたことない。で、ロッテが注目される時っていうのはクライマックス出た時とか日本シリーズとか、僕だったら代表で行った時とかなるけども、その時大体結果残してるから褒められることしかないから、けなされたことないから分かんないんですよ。だってけなされる人は一流っすよ。そういうことですよね、はあ、なんか昔の吉彦さんみたいな。ちょっと待って、ありますよ。まあ俺はね、反省するもありますよ。反省してるからね。反省してるんですか。反省してるだってお前、俺 YouTube 後輩もあるやん、出てくれるやん、はい、全部謝らなあかんの俺。まあ確かに、ね、今までずっとカープの選手は。そうなんですか、うん、そんな謝らなくたっていいじゃないですか一応ね。そんなのね、愛情でしょ。愛情です。ごめんなさい、めぐりをやってるだけなんですよ。そうなんですか。僕全然何もないですよ、吉井子さんに。楽しい思い出しかないですよ。でも佐藤ほんまそうやもんね。現役選手ディナーショーやるってすごくないですか。清水直ちゃんが言われてましたけど400人。すごいよな。1万3000円ですディナーショーですよ。まあ、何やっても許されそうだったんで、はい、やっぱあっちに行ってみたいじゃないですか。どんな景色が見えるのか。ああ、はいはいはい、でやってみようと思って。歌も歌ってたんですか。はい、まあ、最高ですね。楽しかったですよ。それ楽しいやろな、はい、だって全員ウェルカムなんですから。そうやな、はい、もう誰もいないんだもん、あの嫌なやつ、はい、文句言う人いないですよ。そうそう、全員ゴーって言うんですよ。そう、めっちゃ楽しかった。わかるわかる。そうでしょう。
うん、僕ね、記憶にあるんですけど、プロ野球対抗運動会とかやってたじゃないですか。 あれで、遠投に出られてて、あ、出ました、名古屋ですっごい球投げて優勝しましたよ。ですよね。あ、そうなんだ。あの時も、50万円のドリンクメーカーがスポンサーだったんで、うん、50万円分のドリンク引き換え券の券だ、うん、商品券だったんですよ、うん、全員に分けましたからね。ああ、そういうことな。来てた人たち、じゃあちょっと俺税金分あるから、ちょっとだけ10万だけ多くもらうけど、みたいな、うん。あとゼロみたいな。でもどれぐらい投げてたんですか、現役の時。あれオフだったんであれですけど、はい、真剣投げたらホームから投げて入ることはないですけど、バックスクリーンに当たりますよね、フェンスには。でも意味ないですよ。僕いつも今少年野球言ってるんですけど、はい、遠投なんて意味ない。 50m を低い距離で強くちゃんと投げれればそれでいいって言ってるんですよ。まあそうやな、必要ないもんな、はい、50m 以上投げること多分ないんですよ、うん、外野手でも 50m ちゃんと投げてあとワンパン投げればいいだけじゃないですか。そうだね、確かにですね。だから 50m をちゃんと投げれればいいって言うんですよ。120m なんて意味ないですよ。こんな球投げたらもうセカンドからタッチアップ返ってきますよ。でもな、俺さ、佐藤バッティング練習の時すごいのはさ、もうみんなそういういろんなところ見たことないんだけど、こいつさ、立つさ、ロングティーをするわけ。マリンで投げてもらって、次は。たださ、ポールがあるんだ。ポールこっち当てるんよ、本当に。普通に。ちゃんと狙ってるんだ。狙ってポール当てるんよ。よいしょ、なりましたよね。よいしょ、トコトコってきて、佐藤、勝負。そうそう。で、2球で当てたら5000円やるから、うん、当たらんかったらタバコ1箱っつって。はいはいはい、で、お、いいっすよっつって、で、当てて5000円もらいました。ほんま当てるんです。それすごい。で、距離も出てるし、すごいんよ。だから俺、バッティングでもそうだけど、山崎さんを教わった時もそうだけど、フォローとか、やっぱ飛ばす技術って必要やんか。絶対にちっちゃくなるよな、みんなバッティングが、高校生もな。そうすると、やっぱね、やっぱ見てて、わ、すっごいなと思ったな。普通に当てるんよ。おぉ、コーン、おーいって。で、勝負来ました。しかも、2球ってひどいでしょ。そうですよね。それも悪いっすよね。いやいや、いい。佐藤の力からしたら2球で十分。いやいやいや。俺だって、100メートル先っすよ。ほんま、投げても当たんないっすよ。100メートル先、これ本当に。わかりますよ、わかりますよ。いや、佐藤は俺知ってるんで、こいつ、あの、こいつったらわけど、佐藤はもうそういううまいんで知ってるわけよ。ほんと1球ないよ。2球はあかんない。1球目外したんですよ。2球目なってたんですよ。僕でも長かったら強いですよ。1回ボビーの時も、2ボールから変化球誰も打たないから、2ボールで変化球ホームラン打ったら賞金出すって言われて。で、僕、打ちましたね、ホームラン。ほんで、その試合負けて言いにくかったんですけど、吉岡さんが、佐藤も打てるから言ってこいって。もうそれ結果だからな。はい、いや、なんかこういうの聞いてたらなんかいいっすね。またあの時の千葉ロッテを思い出しますよね。まあみんな、俺もカープの人だったけど、強い時ってここがすごいまとまって、ここがまとまってたけど、ロッテもそうだったな。ああ、言ったことちゃんとやったから。僕吉岡さんに言って反対方向打っときゃいいんやって言って、アウトコースしか打てなかったですから、ね、ライトにホームランばっかり打つ練習したんですよ。なんか流してるイメージありますね。でもほんと前からバッティングな。たださ、さっき言ったようにバッティングコーチやってくるから。なんでか、あの話でさ、こうで、いやいや、ダブルプレーよりこっちの方がいいでしょって、三振の方がいいでしょって。いや、多分僕本当にベンチ思ってるかも。お前変に当てに行ってゲッツーやめるよ、もう思い切って振るよ、もう三振の方がまだマシや、よし次のやついけみたいな。いや、佐藤の力からしたら言っていいか、期待するんやって、バッティングコーチは。これがさ、さっき言ったように佐藤が0割4分なんで1年目だったら、あ、これ三振した方が、頼む三振してくれって思うけど、いや、もう全然違う、もうレベルが違うわけやから、期待するわけや、こっちは。なんとかなるって、バッティングコーチは、なんとかなる。危ないし、危ないし。ゲッツあるし、本当にゲッツあります。僕だってセーフティーバントとかも結構勝手にやってたんですよ。でノーアウト一塁でボビー、そんなバントの際になかなか出ないんで、うん、出てもワンストライク取られてからとかなんですよ、うん、こっちもやりづらいじゃないですか。でしかもこいつがあんまり苦手なピッチャーだったら、うん、でもゲッツーやぞみたいな、はい、勝手にセーフティーしようみたいな。でもそれと大事やもんね。だからあの時はサインもあったっすけど、勝手にやってましたよね、みんな。みんなそうだ、強しとかもそうやし、はいはい、前とかもそうだし、はい、それはクリーンナップね、打つ選手は別ですけど、はいはい、僕らとかもそうですけど、勝手にセーフティーして送りバント最悪になったりとか、はい、まあね、強しの日本シリーズの時みたいにね、それが成功してビッグゲーム、ね、今井のセーフティーバントもそうですね、はいはい、になることもあるし、盗塁だって、まあ、ある程度自由だったんで、僕でも行っていいぞって言って行ってセーフになったこともあるし、だからそういうなんかこうね、サイン出なくても自分たちで考えて野球してたよな、はい、
動きがありましたよね、まあ、ここで何が自分がしなきゃいけないのかを言われなくても、そうそう、ここはもう追い込まれたからヒッティングやけど、もう最悪進塁打打ったなかなみたいなね、とか強いシーンそうやもんな、まあ、ほぼほぼサインもそんな、まあ出る時出るっすけど、あんまりないもんな、なかったっすよね、勝手にだから吉彦さんと話したりとか、それこそバッティングコーチと話したりとかしながら、ここだとこうやってやりますね、だその代わり確認作業しますけどね、うん、そうやね、はい、こういうのやりますねみたいな。吉彦さん、里崎さんに言ってたんですか、行け、もう半分行けとか。でみんな言ってたもん、はい、リードとかを言ってますよ、もう半分出ろ、もう半分、はい、半分、はい、出ろ、半分言うよな、はい、だってどうせ走らないんやから行けるじゃないですか、僕とか帰るだけですから、 あと半分、あ、半分出ろ、半分、あ、あ、まあ、出ろ。でもそんな強いんですよ、行っていいですかちょっとダメだって言いますから見せるのと見せるのと行動は違うんだよ。だってツーベースとかの時もありますからね。さてやめとけやめとけやめとけ、おーみたいな。言ったことあるな。マジであるそれもうそれいけると思ってるから聞きながらもうそう止まれないじゃないですか。それもう行くっすよ。あーみたいな。僕だからよく言われるんですよ、その三塁コーチャーにも、はい、スタートと判断だけがうまかったんですよ。うまいうまい、はあ、だからその次の塁までは行くの早いらしいんですよ。でもそっからなかなか背中が遠ざかっていかないらしいだから判断が難しいらしいんですよ。あ、なるほど、来るの早いから、はい、まあそうだな、はい、打球判断とあれが早かったら早いからね、はいはいはい、来るのは早いんですよ、うん、でも行く時が遠ざかんないから、どんどん遠ざかんないから、だからその回すのが難しいらしいんですよ。ここまでだったらいけると思うらしいですけど、でもそっからもう計算入れなきゃいけないすごい難しいらしいですよ。でもさ、止めたらさ、あのいろんなさ外野がさ、周りがさ、あれはいけたろうって言うけど、まあそう、いや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 、こっからが時間かかるよってそう、強しとかだったらね、まあ、そっから別にひょっとしたら加速もするかもわかんないし、あれですけど、その代わりでそこ行くまで早いですいや、ケンスケ一回あったのがさ、セカンドランナーさ、サード回るまで早かったよ、レフト前ヒットで、それからさ、めっちゃオーバーラン膨らんで膨らみすぎてアウトになったよ。だからあいつ足速いくせに走塁が膨らんでガー膨らんだわけですよ。バレンタインが監督怒った怒ったなんでアウトになるんですよ。見たらほんの遠回りよ。僕とか全然膨らまないですからね。ただ遠ざかないから遠心力ないから困るよ。でもね、ケンスケのおかげで優勝もできたしね。あったな、あった、あの1、2塁間、堀さんが見事に怪我してくれてね。いやもう、あれは堀さんで取れへんかったやろっつって、おい、ケンスケみたいな、よっしゃみたいな確かにあるな、プレーですね。まあ、高一はもうある程度行ってたからな、もう動かんかったからな。で、その後代打が出て、勝さんサードで今井セカンドになって、柴原さんのハーフライもね、今井がセカンドからね、スライディングキャッチみたいにして最後はもう、里崎さん、まあ、そういう面ではよく怪我してくれたってそれはもうね、いい形でね、ですね、はい、でもそれができたのが、だってあの時代2チームいけるなって言われてたんですから、ロッテ選手がね、はい、そう、2チーム目が強いかどうか、でも最下位にはなんないなみたいな、うん、でも野手2チームいけるなって言われてました。あ、それぐらい強かった。で、やっぱりね、吉彦さんのほら伝説なんすか、なんすか、あの初めての退場を経験したじゃないですか。あやっぱり聞いてもらえると、お前、ほんまそうやね。あんただって、あの時お前、なんか言ったん。言っちゃう、あれはまずね、はい、あれはちょっと長いストーリーがあるわけ、はい、あの時は、だからオリックスだったらラロッカ、ローズね、はい、だからここ打ち取らなきゃいけないけど、はい、インコース行かないと打ち取れないわけじゃないですか、はい、でその前にラロッカ当ててるんですよね。で当ててて、3-1 のプレーで清水尚さんとラロッカが一塁でこうやって、ラロッカがこうやってエルボーして接触して、うん、そこでちょっと倹約な感じになって、はい、でタフィーの時にもインコースガンガン行ってたわけですよね。でそしたらこう足ならそりしてパッと砂かけられたんですよね、はいはい、かけられたな、はい、で起き上がって、うん、はぁ、なんかおるら文句あるんかおるらって言ったら言ってんじゃない、はい、言ってそら言うよな、野球選手言うよ、なめろっつったら、はい、パンと疲れて、はい、こけて、あの時ね足が揃ってたのがダメだったね、あー佐藤が、はいで、こけて、はい、馬乗りになれそうになれたから下から蹴って、はい、で、ドワー出てきて、ね、揉み合いしてたら吉彦さんが首絞められて、そうそうそう、ほんまじですよね、もう落ちかけたもん、さーって来ましたもんね、吉彦さん、うん、で、バー行ったやん、はい、で、あの、向こうの外国人ね、うん、で、グー首絞られて、ね、俺だから、そんな暴れてないんよ、で、終わったやん、こうやって、はいはい、終わった瞬間、バーって言って審判がさ、あっち、タフィーローズと誰かが退場になったやん、はいはい、で、え、
ロッテは俺だけか、はい、審判が来て、すいません、喧嘩は両成敗なんで吉井さん退場お願いします。ちょっと待って、俺なんかした俺なんかした俺首絞められただけやん。マジで人生これ人生初の体重やからな。そうなんですか、よかったっすね。よかったよ。記録ですよ。俺はいろんなパワーアップであんだけ暴れてたのに体重してないっすね。いろんなあれはやったけど、うん、ほんましかもね、ガンガン行って体重仕方ないですけどそうやろ。里崎さんのあれでですね。そうで、すいません、審判がすいません、高橋さん体重お願いします。え、ちょっと待って、俺何もしてないし。いやいやいや、すいません、まあ、暴れるっていうイメージなんやろな、俺が。で、初の体重やろ。そうですね。あ、なるほど、こうなってましたよ。コーチにね、あっちの、うん、でっかい。ほんま首、だから落ちるやん、ほんと、すごい、うん。あれ、でも落ちてた体重じゃなかったんですよ。わかってない。違う意味で体重やろ。単価で体重やろ。そっちも嫌やよ、お前。単価で、高橋選手に落ちましたね。単価で体重かい。それも伝説やろ、それこそ。それだったら普通の体調がいいっすね。そうだろ、はい、そのカラーがね、殴られたわけじゃないし、首絞められて落とされました体調ってやめてくれるか。いやいや、ほんとそうっすよね。あったあった、初経験がたくさんある。ありますよね、うん、いやでも面白いっすよね。面白すぎやもん、ね、勉強になりますよね。なるね、なるだけであって、えなるだけであって、やっぱ実践しないと、やっぱり、ね、いやそこは考えさせてくれ。だから、だから、何に対して攻めていくか今決めましょう。そうですね、はい、いいっすね。ちょっと待って、はい、ちょっと待って、いいですね、ちょっと待って、なんでいきましょうか。あれしますよ、ゴールデングラブ賞が出るじゃないですか、はいはい、それのこいつはゴールデングラブ賞じゃないっていうのを吉子さんが突っ込むっていう。あ、いいですね。あ、面白い。この話、翔太とさ、翔太って5回取ってんゴールデングラブ、俺1回も取ってない。で、翔太にしたこと、あれはね、記者やな、はい、新聞記者の投票なんです、はい、あ、俺気がしたもんなって、はい、でそういう話したいよ、はい、まあ、でも山下大輔さんがいたからね、あの時、多分印象も大きいですからね、うまいと思われたら、そう思われたら、はい、でその守備範囲広くて際どいとこまで、だから、まあ、僕松井稼頭央さんと小坂さん、どっちがうまいですかっていう、ってなった時に派手さは松井稼頭央さんの方が派手ですよね。でも堅実に言うと小坂さんじゃないですか。でも好きな方があるんで、わかるわかる、はい、わかる。でもね、誠はバケモンやな。そうそう、抜けたと思っても出てきますから、ね、そう、いるやろ、はい、おーいって、うん、で、ね、あいつほんとね、こそーっとしてるな、はい、雰囲気消してるやん、まこと、はい、ってな、はい、いつもこそーっと、こういう雰囲気じゃないよな、はい、どこ行っても、はい、飲む時もそうやな、はい、最初こそーっとしてるけど、ただビールがたくさん入ってくるとわーって買ってくるけど、はい、うーんなるけど、でも本当ね、そうやな、要は見方で全く違うよな、はあ、いいですね、うん、ゴールデングラブやりましょうよ。だからこれ全否定していけばいいですよ、はい、こいつは嘘やっちゃって、はい、これはもう下手くそすぎる。あーゴールデングラブはもう2回です。ほら、撮ってるから言えるんやって、撮ってるから言えるんやって、さと。じゃあ撮ってない人間が言ったらあかんのじゃて。じゃあ違うやつしましょう。ベスト9結構撮ってるじゃないですか。だから、あのな、はい、話乗るな。乗ります乗るな、乗せられるな。いや勉強になりますよ、佐藤に。まあ考えさせて。だから、あ、じゃあ、だから弱いんやっていうのをやればいいですか。あ、だから弱いんだ、はい、あ、それはできるな。あ、だからそれで監督とコーチを否定していくっていう選手じゃないです。その監督コーチの立場から二軍も踏まえた立場から、こんなことやってるから語れへんのやっていうのを、そう、首脳陣としての立場から、僕首脳陣やったことないんで、その立場ちょっと言いにくいじゃないですか。あ、そうです、はい、だから吉子さんやったことあるんで、そんなことしてから勝てねえんだよっていう。そうそうそう、それいきましょうよ。頑張ります。そしたら爆発するんじゃないですか。頑張ります。すいません、頑張ります。聞いてみたいですもんね、攻めていかないと。そうですね、一番ですから。そう、一番ですからね。リードオフマン赤湿布ですからね、はい、だから旋風巻き起こさないとね。そうですね、はい、やっぱり。いや、いいです、最高や、はい、もう喋るな、もういいよ、分かった分かった、もう頑張ります。年に1回2回今後も出ていただけるような形でお願いしたいですか。で、この動画でもうちょっとこうやって言えますよねっていう。あ、そうです、お願いします。いいか、はい、いいか、はい、もうね、はい、頑張ります。だから大先生ですから。頑張ります、ね、今のね、はい、今のこれはみたいなね、こんなのおかしいよみたいな。最高です、ね、カツや。だからもう張本さんばりに。いいですね、こんなのは。いいか、はい、今後頑張ります。はい、頑張ります、ね、ということで、はい、勉強になりました。楽しい。
佐藤、勉強になるわけさ、すごい、はい、言っていいですか、台本作ってないですよね。あ、台本あったんですか。いや、もうこれはもう2度目の時にでも。そうだね、はい、はい、はい、お願いします、お願いします。ということで、本日はありがとうございました。佐藤さん、どうもありがとうございます。勉強になりました。はい、あのコラボさせていただいているんで、佐藤さんの方でもまた、はい、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしく。